皆さんこんにちは、アスタント背景備蓄の前田ックスです。今日はですね、クリスタでちょっと聞いてみたいことがある。僕クリスタ初心者なんで、なので今日は僕じゃどうしようもないので、ね、クリスタの強力アドバイザー石川先生をお呼びしてます。石川先生、はーい。あー、出てきた。石川さん、ちょっと今日はですね、僕クリスタで線画抽出の話を聞いてみたいんですけども、大丈夫ですかね。はい、かしこまりました。ぜひやってみたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。本日はですね、漫画のコマにはめていくっていう風な感じのイメージの、ところでちょっとやっていきたいなと思いますので、ちょっともともと用意させていただいているデータがありますので、ちょっとそちら開かせていただきます。はい、でこのように、ちょっと 3D のキャラクターであるんですけども、コマの中にあるキャラクターに写真はめさせていただいてやりたいと思います。これもう今この時点で 3D とか入っちゃってすごい感じじゃないですか。はい、ちょっと先に用意してしまって申し訳ございませんけども、ここら辺の流れに関してはいつかやれてはないですね。そんなで、ここにその写真がこう、はい、ポンと来て、はい、線画中でストーンっていくんですか。はい、ちょっとやってみたいと思います。では、原宿のある場所ですね、こちらの方を今ファイルとしては別々になってしまっているので、これをまずこの原稿の方ですね、こちらの方にコピーしたいと思います。ただ移動した時にやっぱりこの背景ですね、途中ちょっと切れているような状態でしかはまっていない状態なんですね。なので、これをちょっと拡大して、まずは、合わせてみたいと思います。で拡大するときにはこの編集のところにあります、変形のところにありますですね、拡大縮小というのがありますので、これで、やっていただくと、このように操作することができるような、箇所が出てきますので、これで拡大してコマの中にちゃんと収まるように、少し大きくしてみました。でただこの状態ではまだ写真の状態です。なので線画抽出というのをやるのはどうするかというと、ドキドキしてきた。もう本当クリップスタジオ楽なんですね。一瞬なんでしょう、線画抽出って。そうなんですよ、ワンクリックです。どこかというと、このレイ 右手側の方にレイヤープロパティというふうなウィンドウがあるんですけども、そこに効果というふうな箇所がございまして、そこのアイコン、今4つ並んでいる中のですね、一番、左から2番目のところにライン抽出というのがあるんですよ。線画抽出って言っちゃいけないんですね。ライン抽出。そうですね、でライン抽出っていうのを、もうポンと押していただいた瞬間、もうこのようにですね、線画になってしまいましたっていうようなところです。で、写真ってなってくると、やっぱりいろんな情報が入ってきてしまうところもありますので、単純に線画抽出、ライン抽出ですね、するだけだと少し情報として、詰まりすぎてしまうところもあると思うんですよ。少し線を飛ばすようなことをしていただいて、ちょっと見やすくしていただくことをしてもいいんじゃないかなと思います。これを見やすくできる、多少っていう風な感じになるかもしれませんけれども、ライン抽出っていう風な機能を有効にしていただくと、下の方にですね、このライン抽出の設定のより細かく設定することができるような箇所が出てくるんですね。そこにいろんな数値が入ってきてるわけです。はい、下の方にですね、検出方法というのがあるんですよ。矢印、なんか十字キーみたいな、左上右下っていう風なアイコンがあります。で 線の方向を示していることになるんですけれども、例えばなんですが、今回この写真は日中で撮りました。で日中になった時には上の方から太陽の光があったとします。で太陽の光が入ってくれば、当然やっぱり上の方から光が照り返されているような、状態になりますので、その照り返されている感を出したいなと思った時には、上から光が当たって光がこう照り返されている上の線のところをちょっと飛ばしてあげるみたいなことをやっていただいてもいいのかもしれないです。上の線を飛ばす時の矢印は上なので、上のボタンになります。なるほど、なるほど。ここの上っていうのを押していただくと、ちょっと線がパッと、ちょっと少なくなった感じになるかなと思うんですね。よりこうちょっと見栄え、情報を減らした状態になってくれて、うるささがなくなってくれるかなと思います。なるほど、この矢印の意味はそういう意味なんですね。でなのでそこら辺をちょっと複合的に考えた時に、真上ってなっちゃうと、例えば正午みたいな感じの、時間になってしまうので、少しこう日差しが斜めに入ってきているのであれば、例えば左側の方向をちょっと削ったりとか。これは上と左が一緒にできてる。そうですね、はい、一個じゃないんですねこれ。はい、光源みたいなのを意識した、ところをちょっと設定いただくと、うまくやっていただくこともできるんじゃないかなと思います。はい、もうちょっと石川さんにお願いしたいものいっぱいありますからね、もうぜひともこの後もよろしくお願いしますね。はい、はい、さあでは今回の
背景美塾の動画はここまでなんですけども、まだまだ石川先生にはねがっつり聞いていきたいと思います。皆さんももし質問などありましたら、ね、石川先生宛にですね、まあ、YouTube の下のコメントでも構いませんので出していただければ。では今日の背景美塾の動画はこれでおしまい。皆さん次回も見てくださいね、はい。